サッカー部のマネージャーをしている私にはずっと片思いしている相手がいる。それは幼なじみの背の高いあの人。かわいいマネージャーだね。みなり、ね、お疲れ。あ、お疲れ。練習終わった？うん、もうすぐ最後の大会だからみんな気合入ってるよ。かっこいい。私たち絶対優勝してよ。かっこいいじゃん。でもさ、ハブくん熱入りすぎるとさ、すぐこけちゃうから気をつけてよ。あ、小学校の時のリレーの話？そう、その時はさ、ハブくんのせいでさ、ミリになっちゃったんやから。しかもさ、その時のハブくんの顔がさ、うわ、かっこいい。どうした？俺らもう友達やめへん？え、なんで？友達やめて恋人にならへん？え、なんて？もう一回聞くやつね。だからお前のことが好きだから俺と付き合おう。あ、小池が嬉しそうな顔してますよ。うわ、なんか、うわー